ここのね、この1週間、結構ね、朝晩冷え込んだ日も、多かったので、午前中であればカピバラたちに喜んでもらえるんじゃないかということで、このね、昨日今日の週末だけ、カピバラのね、朝風呂バージョンという形で、この10時からお風呂のプレゼントということをね、今年初めてやってみたので、今日菜の花、ちょっとね、もうね、餌足してむしゃむしゃとね、美味しそうに食べてるだけで、お風呂の方入ったのにね、出ててしまうという、ちょっとね、ただ単に菜の花はカピバラにとってはね、餌にしか見えないという形みたいなんですけど、昨日はね、桜をね、かじるという形で、あっという間にね、桜がなくなっていくというね、そんな光景になりましたので、今日もね、多分お風呂の湯船のね、中に入って食べてほしいんですけど、なかなかね、こちらの思惑通りに行かないところが、生き物のね、イベントの難しさという形になりますけれども、この後ね、多分ね、お風呂に入るというよりかはね、菜の花を食べに湯船に入るカピバラ出てくるかと思います、お時間ある方はね、しばらく、お風呂のね、海湯の方がいっぱいになるにもね、もうちょっとだけね、時間もね、かかってくると思いますけれども、ようやくね、食欲にね、負けて湯船の方にね、足をね、ようやく入れてくれるね、カピバラいました。今日でね、お風呂見納めという形になりますけれどもね、長い期間、お風呂のプレゼントをしてきました。多くの方にね、楽しんでもらえたかなと思うんですけれども、来年この企画もうちょっとね、練り直さないと苦しいものがあるかなと反省はねしておりますけれども、またね、11月中旬くらいからはお風呂のね、スタートとなります。しばらくの間、カピバラ温泉の方お休みとなります。この後はね、午後はもしかするとね、今日、暖かくなるということなので、水風呂として、利用するカピバラもね、出てくるんじゃないかと思いますので、お時間ある方はね、午後なのにもまた足を運んでいただければと思います。